皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、あのクーラーボックスを購入しましたので、はい、その紹介をしようと思います。はい。で、今回購入したクーラーボックスはですね、うん、あの夏場 の、ま、あの照りつけるような灼熱の対応にですね、うん、耐えられるような結構あの頑丈ないいやつになるんですけど、はい、うん、あの保冷力もですねかなりあって、うん、まあ、イエティとか、うん、あの有名どころのクーラーボックスあると思うんですけど、まあ、そういうクーラーボックスにもですね、あの、ま、あの勝るとも劣らない、うん、ものすごいコスパのいいやつですね、はい、を購入しましたので、はい、まあ、紹介しようと思います。まあ、早速見ましょうか、うん、はい。購入したのはこちらになります、うん、42.6 リッターのクーラーボックスで、あのパイクスピークスっていうところ の、 あのクーラーボックスになります、はい、タフギアっていうやつですね、うん、結構いろいろ見てたね、うん、かなり見ました、はい、で、まあ、そこら辺はねまた後から紹介しようと思うんですけど、うん、はい、まだ購入してから僕もあの物を見てないので、うん、ちょっと早く見たいから開けたいと思います、はい、開けてみよう。はい、怖い怖い怖い。ああ、よかった、これがないと持っとくで。ちっちゃい声で。ああ、でっかいね、うん、あ、かっこいいね、うん、あ、ここかっこいい、ステッカーだね。品物はこちらになります。あ、ついでにもうオプション品も開ける、うん、それから見ようか、はい、はい、それではですね、これがあの購入したものすべてになります、はい、クーラーボックス本体と保冷剤と、あと何だろう、バスケットだったかな、うん、になります、はい、で、それぞれの値段をもう言っとこうかな、うん、専用バスケットが1480円、で、こっちの保冷剤2個セットで1980円、はい、あのいずれもこれ用のものですね、うん、ちゃんと専用のものがあるから、まあ、間違いないように、はい、で、こっち の、 あのクーラーボックス本体が22,980円になります、はい、まあ、ちょっと高いです、うん、私たちは楽天ポイントがあったので、うん、全部楽天ポイントで買いました、購入することができました、はい、あとこれは多分ね、あの、まあ、僕らいつも高いの買ったら言うんですけど、うん、もう死ぬまで使えるってやつ、うんうん、多分死ぬまで使えます、はい、カズさんがそのこれをさ買うにあたってさ、うん、重視したところって何？うん、あ、それね、でこの、うん、表に全部まとめてんだよね。ああ、じゃあ後でっか、うん、はい、それではですね、早速ちょっと見ていこうと思います。これクーラーボックスの正面ですね。で、ここがこういう風に、これ樹脂かな、金属か樹脂かなんですけど、これが良くて、あのこいつにしたんですよ、うん、で、今回僕あのいろんなクーラーボックス見たんですけど、全部この構造のものを探して選びました、うん、で、最終的にまあこれにしたんですよね。これが何がいいかっていうと、ここにね、こうやってほら簡単にロックできるんですよ。ここにこうカツンってやるじゃん、うん、で、ここを下げるだけ、あ、だからすっごい軽い力で開閉できます、うん、他のまだいいのあったんですけど、うん、あのこう引っ張ってからかけるゴムタイプのやつで、うん、あの子供がねかけれなかったりしたんですよね、うんうん、それだと嫌なので、あのストレスをねなるべくなくしたいということで、もうここに引っ掛けてカツって下げるだけ。それって磁石になってるところ、うん、磁石にはなってない、うん、ここのここがゴムっぽい感じの素材なんですけど、これで引っ張られるだけ、テコの原理でさ、うん、なんか本当にいいよ、うん、で、開けます。あれ、上の方はあのメモリがついてて、うん、インチとセンチが両方ついてます、うん、なんか魚なんかあの釣った時にこうここに置いて測ったりとか、うん、っていうのもできますね、はい、オープン、こんな感じです。まあ、結構大きいですね、うん、取扱説明書が入ってます。で、中はですね、あの、まあ、外の大きさに比べるとちょっと狭いです、うん、っていうのも、あのここのクーラーボックスの肉厚が厚いんですよ、うん、で、中に全部あの保冷剤っていうか、あの断熱材が充填されてて、なんかその分あのめちゃくちゃ保冷力が高いんですよね。なんかそれが良くてもこれにしたっていうのはあります。あとはこちらになります。外国のクーラーボックスあるあるなんですけど、うん、あのワイルドにビールなんかをですね、ここでこう開けて飲んだり、うんうん、あのコロナビールとか、いいビールとかね、うん、最高ですよね。
はい、あと取っ手がこれになるんですけど、まあ、紐にちょっとあの樹脂っぽい感じのものがついているタイプになります、うんね、ここもこういう風な作り であとあのこれは僕らあのボートに乗せるつもりであの購入したんですけど、ここにベルトを通して固定できるかなっていうので、うん、ちょうどいい穴があるんですよ、あ、ね、うん、本当はねここねオプションであのドリンクホルダーをつけれたりします、うんうん、うん、まあ、あの、そうそう、僕ら買わんかったんですけど、あとこの横はですね電圧用の弁、ここであの空気をなんかあの温度差が結構出てくるとかわかんないんですけど、うん、中の気密が高まってくると開かなくなったりするらしいんですよね蓋が、うんうん、でここでこの、 あの減圧して蓋を開けるっていう、はい、あと下はあれですねドレン抜きっていうか排水用のここでね、うん、抜くことができます、うん、あ、これもちゃんとここゴムパッキンがついてんだ、ここにほら、うん、ゴムパッキンが、これをしっかり締めることによってギュッと水漏れさせないようにできますね、うん、はい、でこれがあの蓋なんですけど、ここに警告が、子供が閉じ込められる危険があります、ちょっと怖いねまあ子供とかの動物が入らないように、そうそうそう、遊ばないようにということで、であと最終的にですね、僕らがこのクーラーボックスを選んだのはこれなんですよね、ここにあの保冷剤を取り付けることができます、保冷剤を取り付けられるのはあのこれだけだった、逆だと思う、あ、ちゃんとほらここもはまるように溝が切ってあるんだ ね、うん、ね、あ、こんな感じでね、これいいよね、うん、これよかった、デッドスペースをうまく利用できるっていうものなんですけど、こういうふうに閉まります、はいはい、ただあのこれをつけちゃうと2リットルのペットボトルが立てて入らないらしいので、うん、まあ、そこだけはですねちょっと残念かなっていう点ですね、うん、あとバスケット入れてみましょうか、はい、はい、でバスケット入れます、バスケットはここにこんな感じで入りますね、うん、まあ、もちろんあの専用設計ですので、うん、まあ、シンデレラフィットですね、こっちも入るのかな、反対側も、まあ入るは入るね、あ、入るじゃん、うん、こっちも入って閉めれるのかな、うん、入れて、あ、閉まるじゃん、お、閉まった ね、あ、いいねこれ、閉まんないのかと思ってた、あー、そうなんだ、うん、どっちでも使えるんじゃん、うん、それもあの高さが違うからさ、うん、そうそうそう、これ閉まってるよね、閉まってるよ、隙間ないもんね、うん、ちょっと一回カチッて閉めてみる、うん、こっちももちろんもちろん閉まるよね、あー今そっちか、うん、で反対側ね、もうこっち側にいっぱいつけて、おー、閉まる閉まる、あ、いいね、いいね、あ、ってことはバスケット2つ入れようと思ったら入るんだ、うん、こっちとこっちと、本当だね、まあ、ただあの高さがちょっと本当にさっき言ったようにちょっと違うから、うん、まあ、そこだけね、あとこの仕切り板はなかったです、うん、だから100均とかのああいうまな板とかで作れるかもしれない、うん、あの他のメーカーさん見たらここはあの真ん中の仕切りをまな板兼用だったので、うん、まな板のあの白っぽい素材でできてるんですよ、うん、まあ、その分はちょっとあれですけどね、はい、それではですねちょっと寸法を測ってみようと思います、こっちの横が約54センチ、はい、で奥行きですね、奥行きはちょっとこの段差になっている内側ですね、内々の寸法で、まあ、約 27.5センチ、うん、で深さの方がここの上からね、ここの上から 30.5 センチかな、うん、で一番底の方はあのなんていうかな、こうなってこう勾配になってます、こっちに穴があったよ、あの水が抜けるように、うん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 、なんか水が抜けやすいようにあの三角になってこっちの方に勾配がついてます、こんな感じで底がこう勾配になってます、うん、三角にね、あの船の底みたいに、うん、でこっちに水が抜けるように、はい、で次はバスケットを入れた時の寸法を測ろうかなね、うん、まずこの溝が掘ってある方から上まで
約ね 12.5 センチあります、ここの上までね。だけど保冷剤を入れると保冷剤の厚みが、まあ、約 2.5 センチあるから、うん、まあ、10センチぐらいしかないってことだね、うん、入れれるものが。であとはこっちの横ですね、ここバスケットの横ね、まあ、約24センチで、あとあの下ね、クーラーの下からこのバスケットの下まで、意味わかるけ、うん、約18センチだ、結構深いです、うん、思ってたより。だから、まあ、こっち側にすれば保冷剤の分ここに入るのも少なくなるけど、若干下も確保できる、ね、高さがね、使い分けができるかなと思います。これは嬉しい誤算だった、うん、でそれではクラブクエストの外寸ですね、もうちょっと測っていこうと思います。一番長いところで 68.5 センチですね、うん、まあ、これはあれだ、表記通りで、奥行きもおそらく表記通りだと思うんですけど、あ、ちょっとここが出てるか、こっからだね、測るんだったら真ん中の突起が出てます。約42センチここの真ん中から、うん、で横の方は、まあ、約40センチですね、で高さが42センチあります、まあ、結構大きいですけど、まあ、しっかりしてますよね、うん、物はいいと思います。ちなみにカラーは、カラー展開は3色ありまして、今これのサンドカーキっていうのと、あとブラックでミリタリーグリーンですね、うん、3色のカラー展開となります。はい、ホワイトがないんだよね。うん、まあ他の前は結構有名メーカーとかは、うん、カモフラージュ的な迷彩柄とかいろいろあるんですよ、うん、まあ、そこはだからもう値段っていうか、でもだいたいさ、ホワイトはさ、うん、どこもあるよね。まあそうね、ね、うん、本当はホワイトが良かったけどね、うん、この2リットルのペットボトルを立てた状態で入るかちょっと試してみたんですけど、当たりますね、微妙に当たります。いいです、ゆっくり閉めますよ、いいですか、ほらこんな感じ、こんだけ今当たってますもん、うん、ほら今だって保冷剤のところに、うん、保冷剤のところを置いてるもんね、うん、避けて置いてるんですけど、うん、それで当たるから、まあ強引に閉めようと思ったら閉まらなくはないと思うんだけど、いや閉まんないよね、うん、だから2リットルのペットボトルは立てては置けない、うん、置けない、立てれない。これはだからもう寝かせましょう、うん、こんな感じで寝かせてこう、うん、まあ寝かせてもものすごく広いからね、うん、それでもうバスケットを置いた時のサイズ感がこんな感じだね、うん、これだったら2本ぐらい入るかな、入るかもね、ね、うん、まあここの横にも全然入るしね、こっち側にも、うん、スペースがでも本当少ないね、ちょっとここまでだもん、うん、そうそうそう、で開けて、そう、魚をまあ入れたりとか、うん、はい、それではですね、うん、このクーラーボックスめちゃくちゃね、頑丈っていうのでも有名らしくて、ビーコさんが乗って耐えれるかどうかちょっと試してみましょう、はい、耐荷重テストですね、はい、じゃあお願いします。163センチ51キロです。言っていいのそれ全然いい、あ、どうもないね、はい、どうもない、全然へこんでないじゃん、すごいね、これ全くどうもないよ、すごいね、うん、あ、これちょっとした脚立代わりにもなるね、あ、何にもこう沈まないね、うん、はい、すげえ、全然大丈夫ですね、やばいな、これということで、頑丈です、はい、それではですね、このクーラーボックスを購入するにあたってですね、最初冒頭で述べたようにいろいろですね、迷いました、はい、で、いくつか方法を出して、うん、その中から最終的にこれにしたんですけど、うん、で、このですね、取っ手がこういう構造であるものを全部抽出してですね、うん、比較してみました、はい、まず有名どころで言うとアイスランドのクーラーボックスが34,100 円っていうものがあります、うん、でそれはドリンクホルダーあり、バスケットあり、仕切りあり、
がもう最初でついてます、うん、で34,100円、うん、であの送料無料でしたね、僕が見たところではね、うん、でそれ のアイスランドクーラーボックスの OEM 品、うん、なんか見た目がもうほとんど同じ、うん、であのブランドが違うっていうのがタンスの原っていうのがありました。でそちらが 21,999円で、ドリンクホルダーあり、バスケットあり、仕切りありで送料無料、うん、だからあのブランドさえ気にしなければ、うん、そのタンスの原のクーラーボックスいいですよね、うん、で次がですね、タラスブルバ、何だったっけ、イオンに入ってるなんとかスポーツってあるじゃん、すいませんちょっと名前忘れたんですけど、うん、そこのものが 29,800円、うん、でドリンクホルダーありバスケットありで仕切りがなし、うん、で送料無料ですね、うん、が 29,800円、うん、で次が、僕が個人的に好きなメーカーでデボルトっていうね、あの外国のですね、なんだ工作機械のメーカーになるのかな、日本でいうマキタ的な、うん、でいうところが出してるクーラーボックスがあの全部真っ黄色、うん、で、うん、それが欲しいって、ね、そうそうそう、結構ね、男心をくすぐる作りで、うん、が 19,800円です。はドリンクホルダーなし、うん、バスケットなし、仕切りなし、うん、で送料無料でも結構ね、うん、それを押してたんですけどね、うん、おすすめですね、はい、デボルトは。でまあ、僕らはこのパイクスピークスの 22,980円が、うん、まあ、本体のみの価格なんですけど、うん、まあ、こちらを選んでドリンクホルダーは、うん、オプション、うん、833円、うん、でバスケットがオプション1173円、うん、で仕切りはなし、でその代わりあの保冷剤が2個セットで1683円、うん、で送料無料となっています、はいはい、だから決定付けしたのは保冷剤ですね、うんうん、まあ、僕らの用途では、うん、あとですね、まあ、今言ったのは全部 42.6リットル、うん、なんか同じサイズのもので比較をしたんですけど、うん、それ以外にもですね、あのサイズいろんな展開があって、うん、で、あの Google なんかでロトモールドセーフォークーラーで、その、ワードで検索をかけると、うん、いっぱい出てきます。あ、そうなんだ、うん、いっぱい出てきます。へー、で OEM 品を含めて、うん、そうそうそう、書いてあるんだけど、うん、なんか OEM 品も含めて、うん、なんか似たような構造で、うん、安価なものとか結構あるので、うん、なんかお財布と、あと見た目と、うん、カラーと、使い勝手と、うん、なんかその条件のあったものを購入されたらいいんじゃないかなと思います、はい、でね、このロトモールド製法ね、どういう作りかなと思ってね、ちょっと見てみたら外国のね、結構古い動画とか出てきて、うん、金型にまあ、この、原料を流し込むじゃん、うん、でね、ぐるぐる回すんだって。おう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 。で、そうすると、うん、全部均一な膜圧でこういう形ができるんだって。へ、うん、なんか最近こういうのってなんか多いよ、うん、うちの火薬ももうこれなの。あ、そうなんだ、うん、作りが、ね、そうそうそう、うん、継ぎ目がないのね、うん、で、中に断熱材なんかが、まあ、これに関しては入ってるから、うん、まあ、重さは結構あるっていうデメリットあるんだけど、うん、めちゃくちゃ保冷力が高いっていう、保冷力が高いのはかなりでかいよね。本当ね、保冷力テストをね、うん、検証されている方結構いらっしゃるんですけど、うんうん、本当に有名メーカーに負けてないですから、うん、こちらね、うん、はい、ちょっとそんな感じですかね、はい、で、あとここね、この取っ手、ここの取っ手がちぎれたらどうすんのっていうので調べたんですけど、これの別のものに関してはラッチハンドルっていうので検索すると出てきます。うん、これがね、うん、買いパーツが出てくるんだけど、うんうんうん、ラッチハンドルで、うん、で、その出てきたパーツがこれに合うかどうかはちょっとわからないです。あ、専用ではないってこと。うん、専用ではない。ただ OEM 品だから、うん、合う可能性は全然あるんですよ、うん、でも自分たちもまだしてないからね。うん、そうそうそう、うんうんうん、だから間違えるかもわかんないけど、うん、一応ラッチハンドルで検索すると出てきます、うん、はい、で、僕が見たのは多分このサイズで1999円なんですよ、うん、だからまあ予備では持っておきたいかもしれない。そうだね、うんうん、まあ、ただね、引っ張ってロックをかけるやつよりはここら辺多分痛みはないと思うんですよね、うん、ここにもコツンって当ててこうポチって締めるだけだから、うん、最小限のこの負荷しかかかってないはずなんですよ。だからまあね、ちぎれないと思うんだけど、うん、やっぱりゴムだから経年劣化があるからね。それでは今回はクーラーボックス、うん、私たちが選んだこのパイクスピークス、パイスピークスね。
イスピークス、うん、はい、のご紹介をしました。はい、どうだったでしょうか。はい、まあ、結構ね、うん、あのコスパいいと思うんですよね、はい、でそんな簡単に壊れるもんでもないし、うん、なんなら外国の検証動画って結構ね、うん、あのえげつなくて、うんうんうん、高いところからこれ投げたりするんですよ。ああそうなんだ、うん、で割れないよって言って、はいはい、だから中にあのめちゃくちゃ充填されてるから多分割れにくいんだと思う、うんうんうん、なんかしっかりしてるから、はい、かなり長いこと使えると思います、はい、気になった方はそちらの動画も参考にしてください、うん、はい、はい、で、あのね、アウトドア用品店行くと、まあ、かなり高価なものが売ってます、うん、まあ、有名メーカーね。そうだよね。あの多分メーカーが違うだけで中身はほとんど変わらないので、うん、全然こっちでいいと思います、はい、うん、本当におすすめです。はい、はい、でこれからですね、はい、どんどん暑くなって、うん、まあ、アウトドアがね、まあ、楽しくなってくる季節かと思うんですけど、うん、まあ、そういった中でですね、うん、あの冷たい飲み物とか、うん、あともうね、あの冷たいお野菜とか冷たいお肉とか、まあ、あのクラブクスあると何かとやっぱりいいじゃないですか。そうです、出番が多くなりますよね。そうそうそう、はい、だからね、あのキャンプとかでも映えるしだよね、かっこいいから、うんうん、まあ、検討されてみてはどうでしょうか。はい、参考にしてください。はい、はい、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これ俺乗ったらどうか。乗って。ちなみに身長170センチの体重は結構あります。あ、全然余裕。大丈夫、うん、すごいね。え、2人乗ったらどうか。え、2人、ちょっと2人乗らせて。2人はちょっとやりすぎだと思うけど。あ、余裕。あ、全然余裕だよ。すごいね、これ。ここでこれする？おスクラマンジュもできる。これすごいね。なんもなんね、うん、へこまないよね。すごいね。全然椅子代わりにもなるし、脚立代わりにもなるんだけどね。We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we.